市川駅北口にあります麺屋イリューさんに来ています。醤油野菜盛りラーメンを注文しました。うわー、野菜盛り盛りですね。美味しそう。いただきます。ギトギト系ですね。でもこちらもあっさり食べれちゃうみたいですよ。上に乗っている野菜は茹でている野菜なので、野菜もしっかり温かくなっていて、スープも冷めずに最後まで美味しくいただけます。うん、美味しいですね。そしてスタッフは背脂味噌ラーメン、こちらも結構ギトギトな感じですが、意外とあっさりしていてペロッといけちゃうんです。お、久々のライス。やっぱり入れちゃいますか。うん、美味しそう。ライスは進みますね。ごちそうさまでした。昔からある背脂系醤油豚骨ラーメンって感じでですね、とても懐かしい気持ちになりました。麺は細麺と太麺選べるみたいなんですけど、私は太麺で食べて野菜盛りにしたんですけど、結構野菜もスープとあっていい感じでしたね。麺と野菜一緒に食べるとなんか健康っぽい感じで罪悪感なく食べれるんじゃないかと思います。とても美味しい一杯でした。